ってきたぞ。つなげてこっからバスを使って約1時間かけてのんびりのんびり京都のバス旅、嵐山行き。黒糖水か。結局来ちゃった。あ、嵐山渡月橋。これは俺が押しつぶされそうになった変な写真撮った木じゃねえか。今日雨予報じゃないんかい。もういつの間にか晴天晴天、日本人が晴天って言われてイメージする空になっちゃったんだけど。じゃあそこに田舎の小学生みたいなおじいちゃんがいる。さあ渡月橋渡って阪急の方行くと、このさ川の近くって涼しく感じるのって気のせい。でも実際多分涼しいよ。とある他のチャンネルの撮影もしながらだったけど、京都ってやっぱ自然あってこその文化だな。本当にそう感じるわ。見てだってこの反対側、もう美しすぎんだろバカ野郎ってな。これが嵐山の風景。ほんでこれが秋になったらさ、この緑色がさめっちゃ綺麗になるんだぜ。たまらんだろマジで。ああ、まああそこの手前の兄ちゃん姉ちゃんたちが、あいつなんでカメラ一人で持ってなんかブツ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 言ってんのみたいな風に見てる。うん、まあ旗から見たらそうだな。熱い帰るまだ熱いや。